バンクシー展に行きたいと思ってます。レナが行きたいって言ってた。並んでます。現代を代表するアーティスト、だから正体不明なんだよね。芸術的なセンスないから2人とも。バンクシー展入ってきました。これとかすごい。イギリス議会に座ってる人たちを全員猿に見立てて、 UK でもジャパンでもドイツでもほとんど猿だよ。はい、皆さんこんにちは。リナです。坂です。リブログです。私たちは名古屋の金山に来てます。今日はちょっと博物館に行く。美術館何が違う、わかんない。バンクシー展に行きたいと思ってます。今ちょうど金山駅に降りて歩いてる状態です。私はお腹空いてるからここら辺でなんかカフェとかを見つけれたなと思って。愛知県に住んでない人は知らないと思いますけど、まあ若者がね集まるような場所になってます。で、飲み屋街とかも多くて、タカが昔よくここで飲んでたでしょ。そう、あ、これあ、着いた。レナが行きたいって言ってた。並んでます。諦める。並ぶほど食べたくない。ちょっと靴見ていい？今日バンクシーって見に行くって言ってて、その前にカフェ行きたいって言ったからここに来たけど、レナといろいろ出かけると寄り道が多すぎて、そう進みません。そうそう、チーズ&ドリア&スイーツでいいんじゃない？私はチーズ、タカスイーツ。カフェ、あ、焼肉もあるじゃん。焼肉、焼肉行く？焼肉入らないよ。お腹空いてんなら焼肉行く。あ、それいいな。焼肉行こう。何を調べてる？バンクシー、すごい最近話題になって有名だけど。最近話題になって有名なの？うん、日本で展示会が開かれるようになって、日本で爆発的にこうバンクシーが人気になって。はい、教えて。で、バンクシーとはイギリスを拠点に活動する匿名の芸術家だから正体不明なんだよね。で、世界中のストリートとか壁とか橋とかに神出鬼没にこう描いて消えてを繰り返して有名になっていった現代を代表するアーティスト。多分日本人みんな知ってるのは、あの少女が赤い風船をこう、そう、私もそれしか知らないよ。俺もそれしか知らない。で、今日そのバンクシー展行ってみて、他にどんな絵があるのかとか、で、その絵に込められたメッセージ性が強いっていうのがこの特徴じゃん。その政治的なメッセージとか、そういうのが苦手でしょ。なるべく読み取ろう。何を言いたいのって。芸術的なセンスないから、全く。で、ちょっと前にニュースになったの知ってる？知らん。オークションでバンクシーの絵を売りますと。絵が額縁からウィーンって下がってってシュレッダーにシューってかかって全部破れてわーって出てくるっていう。いや、分かんない。え？バンクシーのメッセージじゃない。めちゃめちゃうまそうだね。なんかめっちゃ熱そうだけどね。ずっとグツグツしてる。美味しいね。私にめっちゃ合う食べ物だね。うん、チーズ。なんか俺もお腹減ってきた。これちょっと食べた。タカが行く前にサラダを食べたよ。チキンも食べたよ。はい、はい、はい。何？何？もうない。赤のデザートって言っても、私も食べたかったな。ちょうだい。お腹いっぱい？お腹いっぱい。私も。行きましょう、バンクシー展。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけで、バンクシー展が行われている名古屋ボストン美術館に行きましょう。これだね。これ。名古屋ボストン美術館。バンクシー展入ってきました。もうわかんない。で、ちなみに今ね、オーディオガイドつけてもアプリがあってダウンロードして、これがいい。私はこれのメッセージがわかる。何？こっち側だけで見るとなんか子供が雪の中でこう雪を取ってるでしょ。でも本当は雪じゃないよ、ここのなんか世界が燃えてるみたいな感じで。そうだね、なんかすごいいいメッセージだよね。よく読み取れました。はい、1個いい。ありがとう。
これ平和の鳩が習ってる平和が難しいよというメッセージでしょ。世界の平和が今狙われてますよっていう。そう、これもいいじゃん。ああそうだね、これ本当はここなんか火炎瓶でしょ。なんかあの戦争の時にさ火炎瓶投げるやつを花束投げたらもっと素敵な世界になるよねっていういいメッセージだね。いいじゃん、うん、だから こういうものにお金を使うのが信じられないよって書いてある。なるほどね。これわかる？え、わかんない。服のセールやってます。 Destroy Capitalism。 キャピタリズムを壊そうってこと？そうそうそう、資本主義を壊そうってこと？そう、でもお金を儲けようとしてる人頭いいね資本主義壊すぞって言ってる人が一番金儲けしてるってことそうそうそう、世の中そういうことだよ。でみんなバカだよというメッセージでしょこれとかすごいよ。イギリス議会に座ってる人たちを全員猿に見立てて。それは別にあの UK でもジャパンでもドイツでも共通点だよ。いや中には素晴らしい政治家もいる。いない。中には猿もいるかもしれないけど。いや、ほとんど猿だよ。 EU のフラッシュ。これ EU、これはブレキの。イギリスが抜けることで星が一個欠けて。でもそれだけじゃないでしょ。ここに、ま、なんか壊れてるから。そうだね。ここにボーティングができるよ。天才か反逆者か。坂は何だと思う？凡人だと思う。凡人なわけないでしょ。凡人に言われたくないよ凡人はい、どっち？今日の結果は327人の中で 64% は天才。バンクシーがホテルも作りました。すごいね。あの The World of Hotel はイスラエルのとパレスチナのちょうどこの壁があるところに作った世界一眺めの悪いホテルって言われてる、うん、バンクシーはアーティストかと思ったらホテルオーナーなんだね。違う。そういうことじゃないよ。そういうことじゃないよ。はい、バンクシー展楽しみました。楽しかったね。いや楽しかった。半分ぐらい理解できなかったけど半分ぐらいは理解できたからそうだね。やっぱりバンクシーは凡人だねなんで理解できたから？理解、そうそう、できちゃったからはい、というわけでね、もしね、バンクシー展まだ行ったことがないとかね、今日この動画を見て興味を持った人はね、ぜひこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。